主要国首脳会議の開催場所となったグレン・イーグルズホテル。アメリカのブッシュ大統領が爆破テロ事件に関する声明を発表している。第31回主要国首脳会議は2005年7月6日から7月8日にかけてイギリスス・コットランドのパースキンロスにあるグレン・イーグルズホテルで開催された主要国首脳会議である。開催地の名前にちなんで パースシャサミット、あるいはグレイン・イーグルズ・サミットとも呼ばれる。この会議では、当時のイギリスの首相であるトニー・ブレアが議長を務めた。主催国であるイギリスは、地球規模の気候変動とアフリカ諸国に対する開発支援を、この会議の主要議題として設定した。この他にも、テロ対策、各不拡散、中東情勢などの国際問題が議論された。 主要国首脳会議では伝統的に主催国が主要議題を設定することになっている。そのため主催国の事務官は開催までの約1ヶ月の間に各国の事務官と事前交渉を行いすべての参加国の署名による合意によって主要議題を決定しなければならない。第31回主要国首脳会議では議長を務めるブレア首相の強い提唱で 地球規模の気候変動とアフリカ諸国に対する開発支援という異例の中長期的課題が主要議題として設定された。7月7日昼、先進主要8カ国の首脳は中国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカの新興5カ国の首脳と意見交換を行い温暖化防止に向けた対話の継続などを確認した。議長総括では 貧困に苦しむアフリカ諸国への国際支援を今後5年間で倍増し2010年までに250億ドルを増額することが明記された。また北朝鮮に対し核問題をめぐる6カ国協議への即時復帰や日本人拉致問題に関する国際社会の懸念への対応も求めた。地球温暖化防止では発展途上国と協力し 小エネルギーや代替エネルギー開発を推進するグレーン・イーグルズ行動計画を採択した。原油高の是正に向けては石油産出国に開発投資促進の環境整備も強く求めた。テロ対策ではロンドン市内の公共交通機関を標的に2005年7月7日朝に発生した同時爆破テロ事件を受けて交通機関のテロ対策強化策などを盛り込んだ。 先進主要8カ国首脳声明を採択した。また、アフリカの自立を促すため、農業などの人材育成や民間投資促進の経済インフラ整備に取り組むと、共に国際金融機関に対する最貧国の債務の100%削減などでも合意した。議長総括の骨子は次の通りである。 サミット開催に抗議する人々とエディンバラ警察との衝突首脳会議開催期間中のスコットランドは多くのデモンストレーション活動の場としても注目を集めた。7月2日にはエディンバラでメイクポバティヒストリーの街頭デモンストレーション活動が行われ、スコットランド史上最大規模となる20万人を超える支持者がこの活動に参加した。 歌手のボブ・ゲルドフは7月2日に先進主要8カ国の各地で7月6日にはエディンバラで大規模なコンサートライブ8を行った。このコンサートは1985年に資金の収集を主たる目的として行われたライブエイドとは異なり、 世界の貧困に対する先進主要8カ国の国民の関心を集めることによって、それらの国々の政府に働きかけることを目的とした。爆破テロを受け、立ち入り禁止となったロンドンのユーストーン駅2005年7月7日朝、ロンドン市内の公共交通機関を標的に、同時爆破テロ事件が発生した。このテロ事件の対策のため、首脳会議の議長である、 ブレア首相が会議の席から一時不在となった。この間、ジャック・ストロー外相が代理で議長を務めた。ブレア首相は、グレーン・イーグルズで緊急記者会見を行い、主要国首脳会議の開催にタイミングを合わせた、同時爆破テロであると断定した。ありがとうございます。